有料ダウンロードコンテンツ第1弾中華の覇者はもう遊びましたか？噂のコピーアファシス、ニセテリスカたちはとても手強かったです。そんなところでムフフなお得情報です。偽物のキリトとアスナの情報を探っていたら、見たことないエネミーなのです。それにこの怪しい2人も敵なのでしょうか？大丈夫です、マスターならきっと。私たちも皆さんももっと強くならないと。そこでホーム拡張の紹介です。なんということでしょう。圧迫感のあったワンルームが2部屋も拡張されているではないですか。あ、皆さんも遊びに来てくれました。 BGM やボイスの再生、アクセサリー強化もできます。それに私たちの口調が変わる機能も実装されるそうですよ。噂には聞いていましたが。討伐完了です。おお、もうマスター可愛いのです。あんた私の後ついてきてよ。マスターの好きな口調を選んで。あー、マスター、私も早くお嬢様になりたいです。私は熱血になりたいです。新キャラ、新ボス、新システム、モリモリの第2弾よろしくお願いします。ソードアートオンライン、ヘイタルパレット、有料ダウンロードコンテンツ第2弾、豪人の作り手。この人はなんだか怖いです。